どうも皆さん、こんにちは。ワンハンドスターター。手札めっちゃ増やしてから役、リュウです。さあ、今日はですね、またまたね、評価されました。私の、日大タックルデッキ、ご紹介していきたいと思います。見てください。すべてのカードが、プレミアム加工となっております。頭がおかしいです。やってしまいました。まあ、やってしまったっていうか、まあ、やってしまっていたんですけど、もうすでに。ですね、新しい交換で、タックルセイダーが、なんと、プレミアム加工にできるという話がありましてですね、これいつだったか、キャンペーンみたいなのがあってね、これが交換できたことによって、なんとネオスフュージョンがめちゃくちゃ強くなったんですよ。プレミアム環境下で。今まではこれ落とすカードがあんま弱くてですね、まあ、プレミアム環境じゃなければクリムゾンフォックスとか、まあ今ちょっとリミットかかってますけど、とか、まあ AD チェンジャーとかいたんですけども、あいつらって SR じゃないから無能なんですよ。要はプレミアムにできないから無能だったんですけども、なんとですね、タックルセイダーは SR なんですね。だからこのモンスターは、ネオスフュージョンで叩き落として相手のモンスター裏側にカナディアもできるし、あと、バウンスポルタガーストみたいな感じで、相手の表側のカードを戻すっていうこともできるんで、これ強いんですよ。非常に。非常に強い。このモンスターをぶち込んだ、まあ、ミスター福沢デッキですね。福沢諭吉デッキ。やっていきたいと思います。まあ、昔のプレミアムデッキと、そんな変わってないんですよ。タックルセイダーぐらい入れればいけるんで、皆さんもですね、まあ、ストラクチャーをですね、おそらく1500周くらいしていただければ、組めると思うんですよ。そう。1500周しかかかんないんですよ。このデッキ、ストラクチャー。いやあ、さすが、コナミさん。ありがとうございます。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、クロウホーガン選手、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。ハンドチェック強そうですね、これね。これ、ハンド結構強そう。普通に。じゃあ、まあ、マスクあるんで、結構、逃げれる感じもありますけどね、ブラックフェザーからは。あと、コズミックサイクルもあるんで、多分、レベル加工 BF かなんかなんじゃないかと思うんですけども、さあ、ネオスフュージョン、しかもネオスがそもそも破壊耐性あるんでね。一応ネオスと、リューマドいらないか。で、こうして、こう。で、一応破壊最初だったらマスクすればいいんで。で、こうですね。で、ターン終了していく。なんとかそのコスミック再起ので一枚妨害していきたいところ。さあ、ちょっと先行取ってしまったのは若干のプレミカもあるが。さあ、モンスター青春がマジシャンズロット全然違った。マジシャンズロットはいい。魔導陣は、魔導陣は、コズミックサイクル1枚だから魔導陣除外か。1枚なんで魔導陣除外。さ、シンプル。でもこのデッキ普通に強いと思うんだよね。このデッキさ、普通に環境デッキだよね。俺冷静に考えたけどさ、まあ、それそこはコズミックサイクルするわ。これシンプルに環境デッキなんだよね。多分。で、これを、まあ、除外させていただき、いただいてから、はいはいはい、いいですね。いただいてからの、イリュージョンマジックはいいわ。イリュージョンマジックはいい。で、あとは、相手の伏せカードが何なのって話あるんだけど、まあ、そんな、因果切断とか入ってなきゃ怖くないけどね。因果切断、まあ、でも因果切断されてもマスクチェンジあるか。強すぎだ、このデッキ。ナビゲート因果切断でも多分いけるわ。はいはいはい、オッケー。で、ドローカード。さあ、光るか？あ、光るね。いや、勤勉じゃないですか。なかなか、勤勉じゃないですか。一回ぶん投げるのどっちからにしましょうかね。どっちにしてもな、あれか、今3100から殴っても意味ないもんね。3100から殴って出てきて、殴ってマスクチェンジして殴って、1800、まあ、1800ダメージ入れられたか。一応投げ順もちょっと間違えたか。まあいいや。こうしといて、はい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 、こうしとくと一応モンスター残っちゃうかもしれないから。あ、合ってるわ。3100から殴ったらもしかしたらモンスター殴ってる、1体残ってる可能性あるからね。で、イリュージョンマジック。はい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 。いいですね。いいですね。なかなかいいですね。配球していきますね。で、こいつをぶん殴っていこう。マスクするか。マスクするか。これ、ネオスフュージョン持ってこれるからマスクするのはありだな。フュージョン持ってこれるんだったらマスクしちゃってもう一体消しとくのはあり。これは、まあ、ジンからのアドバンス召喚とかあるからね。ジンからのアドバンス召喚とかちょっとめんどくさいとか起きるかもしんないんで、一回そのマスクとヒーロー、効果先生、大先生出していく。さ、大先生でぶん殴っていく。強すぎる、これ。このモンスター強すぎる。マジで。これだって3体いたら4000ですからね。いや、強い。さあ、相手は、これでトップで、いじった、まあ、ジンかなんか発動するしか多分ないと思うんだけど、
ジンかなんか。ひまいよ、その女の子。やばい、やばい顔きた、やばい顔きた。そういうことか。貴様なかなかやるな、なかなかやるじゃねえか。ブラックキャバリー、やばい、このままでは私は負けてしまう。このカードを甲賀は対象に取るから無効にされてしまう。まずいぞ、これは非常にまずい。これちょっと一回甲賀呼ぶよ。対象取るよね、これね。対象取るわ。クリボール。残念でしたね、クロウホーガン選手。福沢ボールを食らいなさい。さあ、ネオスフュージョンの効果発動。で、距離、エロメンタルヒーロー、誰とでもネオスと、はい、最強。はい、最強。福沢諭吉、最強。さあ、いってのかった。20代選手、よろしくお願いします。ステーさあ、20代選手、どういったデッキなんでしょうか。さあ、ハンドはこちら、なかなか強いですよ。なかなかに強い。あとはマスクチェンジを早めに引いていきたいといったところ。やっぱりエアーマンが強いですね、非常に。やっぱその後続持ってこれるっていう効果ももちろん強いんですけど、バック割れるって強い、普通に強い。でだ、マスクチェンジ来た。さあ、マスクチェンジが来た。まずはアナザーからいきましょうか。アナザーから一回様子見よう。アナザー何もない、なるほど。ネオスフュージョンを発動。ネオスフュージョンの効果によってエロメンタルヒーロー誰とでもネオスを、これリューマドウでいっか。リューマドウ墓地を食って、さあこれで3100ブレイブネオス出てくる。これが、我が全財産を投入し完成させた。たったはやばい、金繰り棒やるな。ブレイブネオスの効果、さあネオスフュージョンを手札に加えていく。よし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 、これ圧倒的パワー、圧倒的パワーでご了承。これなんか何の反応もない。あ、やばいこと起きてる。これ波紋ですか、これ何ですか、これ怖かった。いや波紋だけはちょっときつい、波紋だけはちょっときつい。あぶねー、あぶねー。3戦目に行くところだったぜ、3戦目行きだったぜ。あぶねーぜ。今のところは役者、なるほど。さあ役者が出てくる。ただし役者は、1800打点なのでアナルネオスを突破することもできないし、ブレイブネオスを突破することもできない。さあ守備表示になっていく。さあ守備表示になってターン終了。なるほど、これ何が怖いんだ、これ何が来ても怖くないな別に。打点的にも多分ねあんま怖くないんですよね、これ行きますか普通に。これ多分ね、あんま何も怖くない。何が破壊されても別に怖くない。ガルドニクスでもいいし、ガルドニクスでもいい、別に全然いい。ユーベルでも全然いいし、ユーベルだったらデモンズチェーンでぶん殴るっていうパターンあるんでね。まあちょ若干めんどくさいですけど、そのタイミング逃すことはできないんで。だからマスクチェンジをうまいこと活用して、デモンズチェーンか、デモンズチェーンをうまいこと活用してもぶん殴っていくしかないね。ぶん殴っていくしかない。さあカイドルでぶん殴られていく。さあめんどくさい。さあ役者でユーベルが破壊されなかったことによって私はなかなかいろいろできるから、マスク打っとくか。マスク打っといてカイトロイドを一回使っちゃうか。マスクチェンジ打っていく。でアナルネオスを、マスクチェンジしていく。効果きた。さあなんとも言えないポーズ、この甲賀さんのポーズめちゃくちゃなんかなんとも言えないポーズしてるんですよね、この世で一番。なんかそのポーズ何っていうポーズしますよね、このなんかなんだろうな、なんかそのチンポジなんか気にしてるこの人っていうのポーズしてるんですよ、若干ね。マスクヒーロー甲賀さん可愛いですよね。さあ相手のデッキが今のところ役者と怪盗しか見えてないんで、まあ、多分なんかユベル系なんで。うわやばいこと起きた、やばいこと起きていく、やばいこと起きた。ってことはカイトロイドがもう一枚あるっていうことですね、なるほどですね、なるほど龍一ですね。ネオスフュージョンをまずぶちかましていきましょう。さあネオスフュージョンをぶちかまして、エロメンタルヒーローネオスと、これもうこれ龍窓いらない。でこれでカイトロイドとクリボールでやっと生き残るみたいなライフポイントですが、さあカードを1枚セットしバトルフェイズ、ひたすらにパワーでゴリ押し。ないかい、ないかい、カイトロイドないのになんで生ごたしてるの。さあ恒例行事プレミアム加工デッキを組んだら、恒例行事東吉原選手とプレミアムデッキ対決するっていうね、恒例行事がありますので、これやっていきたいと思います。
セットいいんですか、そういうそんな差が。あ、俺もまあこれ結構強いですね。さあ、まあ、コズミックサイクルでぶっち抜いていく。コズミックサイクルで相手のエネコン抜いていく。でそしてリューマドの守護者を召喚して、リューマドの守護者の効果これドローセンスネオスが、ドローセンスネオスじゃねえや、ネオススターターが功を奏した。ネオススターターめっちゃ功を奏す。このデッキリューマドの守護者30秒してからな。リューマドの守護者とネオスをセット引きするからな俺は。まあセット引きっていうか、まあ、基本的にネオスは来る、ネオスは来るから、これちょっとデッキから行こう。ネオスと俺はタックル1枚いらないな、タックル1枚抜くか。タックル送ってブレイブ福沢行く。さあブレイブ福沢出てきた、バトルフェイズ一周行く。さあ圧倒的残り押し出た、ケルベック出た、くそやりやがるぜ。ケルベックとかいうカード交換しやがったぜあいつ、気づいたらなかなかやりやがるぜ。このカードが攻撃されたダメージ計算後、攻撃モンスターあいつもちろん強いもの、なるほどな、なかなか強いじゃねえか、目を進めたしてくんじゃねえぞ、くそめんどくせえぜ。さあ来い武道優勢、まあ、おそらくですね、まあ、私の予想通りでいけばレベル上昇っていう最強スキルで、ウォーテル、ウォーテルじゃねえや、ウィンディの、あのレベルをめちゃくちゃ上げて打点上げてくるみたいな。うわビジョンめんどくさい、ガチクソめんどくさいの来た。ウィンディオッケーは、めんどくせえけど、めんどくせえけど、まあ今ウィンディ召喚して、ウィンディ効果で宇宙が破壊されていく、いいだろう、レベル上昇いいだろう。ちょっとこれやばいな、やばいよこれ。これエネコン、エネコン入んないんですよね俺のデッキ、私のデッキエネコン入んないんで、これはだからマスクチェンジかなんか引くしかなくて、タックルセイダー来た、タックルセイダーか、タックルセイダーか、なるほどな、タックルか。これはさすがにネオス殴られるから、タックルセットしても殴ってくれないから、待ってくださいね、1500、1500、1500、300、残り300で、こっち一回見ましょうか、この召喚ムービーだけ一回見ましょう。伸びる伸びる、ストップ、この筋がパワーが溜まってきただろう、何もない、何もない、何も今んところ何もない。いや残りライフきついなこれ、自爆特攻して、1500ダメージ、あとの300、いやこれ分断とかやって終わるんだよな。一回か召喚、自分召喚いいですか、あ召喚なんかあるんだ、なるほどなるほど、じゃあ分断とかではないから、これとりあえずタックルセイダーの効果で君を裏締めにさせていただいて、でラスオブネオスぶちかわしていく、よしよしやはりタックルセイダーは強い、返したいける、頑張れ20代、残りライフ300だけど、相手モンスターってなったらモンスター、あモンスター引いていく、モンスター引いてカード引きます、セット、うわ怖すぎる怖すぎる、それ何も引かんねえじゃないかあいつ、デモンズチェーンかな、なんだろうこれ、何なんだろう、そこらしとかはさすがにワイズ持ってねえよな、うーわや出た出た出ました、そのなんか運だけでゲットしたフレンドリーファイヤー、やべつえ、いやしかもそれ破壊できないのきつい、それで破壊できないのきつい、バックがコズミックサイクロンだった、なるほど、やばいめんどくさい、横にして2100高いな、ちょマスク引こう、マスク引いてくれ頼む、マスク引いてくれ頼む、マジでバトルフェイズ、バトルフェイズだと、バトルフェイズ絶対エネコンやん、絶対エネコンだろこれ、絶対エネコンですよねこれ、100エネコンですよねこれ、なるほどですね、はい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 、はい、残りライフは200、いやーデモンズチェーン、いやーこれきついか、これまあでもまだフュージョンがあるし竜魔道もあるのでまだわかんないですね、竜魔道を引いたら全然あるし、セットいいよ、セットはいいで、ぶん流られたらこれはほんとデモンズチェーンで一回止めるしかない、デモンズ一回止めて2300に上がっていく、さあ白熱の戦いになってきました、さあコズミックサイクロンもう打てません、一切打てない、一切打てない、コズミックサイクロンはきつい、頼むモンスターを引かないでくれ、うわーうおーやばいやばいやばい、クリボール、よし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 、俺のデッキトップはリューマドの守護者、
竜魔道の守護者召喚していこうかと。なんもない。さあ竜魔道の守護者の効果によってネオスフュージョンが手札に加わっていく。なんか光ってる。でとりあえずネオスを蘇生していく。これでコストを稼いでいく。よし。そしてネオスフュージョンの効果を発動。俺はエロメンタルヒーロー、誰とでもネオスを。これは、一回竜魔道でいらないな。これいらないわ。竜魔道を墓地に送って現れろ、エレメンタルヒーロー、ブレイブレオス。バトルだ、いけ、ラスオブダーッ、ギョエ。